皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画はダイソーのグラスファイバーシートでちょこっとだけ爪を長くする方法をご紹介します。あんまり長い爪にはしたくないけど、もう少し爪を伸ばしたいという方へ、ぜひこの方法を試してみてください。作りたい長さに100均のシートを切り取ってジェルでコーティングするだけ。面倒なフォームも必要ないので手軽に長さ出しができます。グラスファイバーを使えば強度も出せるので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。事前にネイルケアをして、爪の表面に軽くヤスリがけをして、エタノールで油分除去まで済ませておきましょう。まずはこちら、ダイソーのグラスファイバーを準備します。セリアでも長さ出しシートという商品名で、同じグラスファイバーシートが売っているので、こちらを使っても OK です。このグラスファイバーのシートを1枚取り出して、まずは爪の形に合わせて切り取っていきます。シートを爪の上に乗せて、爪の横幅全部を覆うサイズに折り目をつけて、まずはこの幅で切り取りましょう。爪幅ぴったりに切り取ったら、爪の真ん中あたりにシートを当てて、先端を丸くカットします。作りたい長さよりも少しだけ長めにカットするのがポイントです。これでグラスファイバーシートの準備ができました。次に地爪にベースコートを塗っていきます。ハケを小刻みに上下に動かして、ヤスリでつけた傷に入り込むように塗っていきましょう。全体に塗り終わったら硬化します。それでは先ほど準備したグラスファイバーのシートを爪に貼り付けていきましょう。長さ出しをする上で一番大事なのは、このストレスポイントと呼ばれる部分です。爪のプレートが皮膚から離れ始めるこの部分をストレスポイントといって、爪に負荷がかかると必ずここから折れてしまいます。負荷がかかっても折れないようにするには、このストレスポイントをしっかりと覆うことで強い爪を作ることができます。ですので、このグラスファイバーシートを貼り付ける時も、両サイドのストレスポイントをしっかりと全部覆うように配置しましょう。それではまずグラスファイバーシートにベースコートを塗ります。地爪と重なるこの部分にベースジェルを塗っておきましょう。塗り終わったら、このシートを地爪に貼り付けます。ストレスポイントをしっかりと覆って配置しましょう。このままだとシートが浮いてしまうので、ピンセットで爪の両サイドを挟み込んで、このままライトで硬化しましょう。ピンセットだとうまく抑えられないという方は、この上からラップを巻いて、そのままライトに当てるのも OK です。これでひとまずグラスファイバーシートを地爪に貼り付けることができました。次にこのグラスファイバーシートにジェルを塗って厚みを出していきましょう。使うジェルはベースコートやハードジェルなどのクリアジェルを使います。グラスファイバーは白い糸が絡まり合った繊維ですが、ジェルを塗っていくと徐々に透明になってきます。
爪の裏側からもジェルを塗ってシートに厚みを出していきましょう。グラスファイバーにジェルを塗って半透明になってきたら硬化します。一度塗りではまだ先端に厚みが出ないので二度塗りをします。二度塗り目はグラスファイバーシートと地爪の段差がなくなるように爪全体に塗っていきましょう。全体に塗り終わったら硬化します。二度塗りまで終わったら爪先の厚みをチェックしてみましょう。指で押してみてふにゃっと歪んだりペコペコと折れたりしなければ OK。 もしまだ薄いような場合にはもう一度ベースコートを重ね塗りしてから次に進みましょう。しっかりと厚みができたらまずは爪表面に残っている未硬化ジェルを拭き取ります。キッチンペーパーにエタノールを含ませてベタベタとしたジェルを拭き取ります。次にヤスリを使って爪先を整えておきます。グラスファイバーの繊維が飛び出してトゲトゲになっていることがあるので指で触ってみて滑らかになるようにヤスリで削っておきます。長さ出しをするだけで終わりたい方はこれで完成。この後カラージェルやトップコートを塗りたい方はヤスリで爪全体を軽く撫でて傷をつけておきます。こうすると次に塗るジェルとの密着が良くなりますよ。また爪表面に出っ張りがあったりへこみがある場合にもここで整えておきます。ヤスリがけが終わったらもう一度キッチンペーパーにエタノールを含ませて削りカスを拭き取ります。この上にカラージェルを塗りたい方はここから塗り始めましょう。今回はこの上にトップコートを塗って仕上げていきます。全体に塗り終わったら硬化します。これで完成です。グラスファイバーのシートを使えばちょっとの長さ出しが簡単に作れました。グラスファイバーでちょこっと長さ出しする方法いかがだったでしょうか。面倒なネイルフォームやチップが不要で比較的簡単に長さ出しができますので皆さんもぜひお試しください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたらぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。